亡霊からの内戦私は薬剤師で今年からある田舎の病院に勤務している薬剤師は私を含めて3人一番下っ端の私は何でもやらなくてはならないある日のこといつものように夕方近くに外来が終わり病棟のオーダーに基づいて注射薬の払い出しをしていた どういうわけかこの日のオーダーはややこしいのが多く病棟に問い合わせをしたりしながら作業をしていると結構な時間になってしまったしかもその日のうちに薬品会社へ発注をかけなければならない薬がありその発注書を作らなければならなかった食堂に晩飯を予約しておけばよかったと思いながら発注書を作り始めた時内戦が鳴ったが 受話器を上げても声がしない。薬局ですけど何ですかと呼びかけるが何の応答もない。電話機には A 病棟のナースセンターを示す内線番号が表示されている。電話の故障かと思い一旦切った。だがまた内線が鳴る。出るとさっきと同様に応答がない。 これが二三回繰り返されるとさすがにイライラしてきた。しょうがなく、調剤室を出て、A 病棟に向かうことにした。A 病棟は五階。エレベーターに乗り、回数ボタンを押す。二階、三階、四階。エレベーターが止まり、扉が開いた時にようやく思い出した。この病棟、 改装中で使われてなかったよな。養生シートがそこら中に張られている真っ暗なフロア。目を凝らすとエレベーターの出口の真ん前にあるナースセンターに看護師らしき人間が一人立っている。火災報知器の赤いランプの明かりでナースキャップ、そしてカーディガンを着た後ろ姿がうっすらと見える。 何をしているんだろうとエレベーターから降りようとしたとき、心臓が止まりかけた。その看護師の体を透かして向こう側が見える。必死でエレベーターの閉めるのボタンをガチガチと押した。エレベーターのドアが閉まり、再びあくまでひたすら目を閉じたまま耐えた。そして、チンという音を聞くと飛び出すようにエレベーターを出た。 一刻も早く病院を出たかった。だが、調剤室をほったらかしにはできないし、発注だけはしておかないとえらいことになる。小走りで調剤室に向かい、かき殴るように発注書を仕上げてチェックして、ファックスに突っ込もうとしたとき、また内線が鳴った。着信音とともに小さな赤いランプが点滅している。無視した。絶対に表示を見たくない。 ファックスが送られたのを確認し、電気をつけたまま調剤室を出て鍵をかけた。暗くなった調剤室を見るのが嫌だった。翌日出勤すると、事務課の職員から、調剤室の明かりがつけっぱなしだったと小言を言われた。謝りながら、A 病棟って内戦が通じるんでしたっけと聞くと、え 一曲からも同じ問い合わせがあったけど、改装中だから通じませんよ、と言われた。